鍼灸整骨治療の精霊風峰ハリスが送る降り積もれ孤独な潮第4話ドラマ考察スタートします。今日は事情により鳥サルモンさんが録音に参加できませんので僕一人でやっていきたいと思いますのでよろしくお願いします。今回は傷男についての謎を中心に考察をしていきます。特に傷男の顔が明らかになりましたので傷を消して素顔を確認する画像の解析も使って傷男の正体に迫りました。そして最後は全体像の考察として今まで出てきた確定情報と4話で出てきた情報をもとに考察しました。そのことで真犯人の意図もちょっと見えてきたかなというふうに思いますので最後までご視聴ください。それでは降り積もれ孤独な潮についての考察をお伝えしていきましょう。では、最初ですね。明らかになった事実から伝えていきましょう。傷男が家にやってきたことをカノンは佐伯に話したということですね。3話のラストにてカノンの家を訪れた傷男についてカノンは隠すことなく佐伯に話しました。傷男が神城かどうかについてはわからないというふうに伝えていましたよね。佐伯に傷男の来訪を伝えたことから少なくともカノンと傷男に協力関係があるわけではなさそうだなというふうに思いました。では次行きましょう。神城が生き残っているメンバーを恨んでいる可能性がある。2番目に灰川邸にやってきた神城は兄のように慕われていましたが大きくなると外出が多くなり外で立ちが悪いつながりを持つようになったということでした。そして神城が問題を起こして灰川邸での生活ができなくなることをみんなは恐れていました。よって神城に出て行ってほしいということを伝えたというお話でした。こうした過去の出来事により神城が生き残っているメンバーを恨んでいる可能性があるのではないかとカノンは感じているようでした。それでは次、灰川には血のつながった子供がいると神城が言っていた。神城が家を出る前に灰川には血のつながっている本当の子供がいることをカノンに話していました。そして次、灰川は戸籍を買った可能性が浮上しました。ゴミの調査によって灰川には戸籍上弟がいたということでした。その弟に聞き込みをしたところ灰川は、20代の頃ギャンブルによって莫大な借金を作り失踪、30年以上消息不明ということでした。そして戸籍上の弟と灰川の DNA を確認したところつながりはなかったということでした。ホームレスが戸籍を売ることもあるということで、もしかすると灰川十三は別人の戸籍の可能性が浮上しました。この件については後ほど真相が明らかになります。では次。灰川の住んでいた場所では灰色の雪が降っていた。宗介からの情報で灰川は灰色の雪が降っている場所にいた可能性が出てきました。この情報から佐伯が調べたところ、郊外による大気汚染から灰色の雪が降っていた村、倉土村にたどり着きました。この村で過去に顔にあざがある少年が父親を包丁で滅多刺しにした事件が発生していました。灰の雪が降る村に灰川は住んでいたことから、雪が汚いということをね、灰川は意識していたのかもしれないなというふうに思いました。幼いカノンが雪を食べようとしていた時に、雪の汚さについて教えたのはそうした灰川の過去が影響しているのかなというふうに、ね、思いました。それでは次、灰川の出自について判明した。倉土村へカノンと一緒に聞き込みに向かいました。そこで灰川の過去が判明したのでお伝えしておきましょう。灰川の名前は佐藤はじめ。灰川は生まれつき顔にあざがあったということです。灰川は村の資産家の父のもと虐げられた生活を課せられていました。
ハイカーの手のひらの傷についてなんですが、父親が逃げ出したハイカーに×の印をつけたことで、ついたということです。よって当初は立夏のマークではなかった。しかしその後ハイカーがわざと自分で傷をつけ足して立夏のマークに書き換えたということでしたね。そしてハイカーには慕っていた人がいました。ハイカーは犬山という人物を慕っていました。犬山は虐げられていたハイカーに手を差し伸べてくれた人でした。そしてその犬山、ハイカーの手に父がつけた×の傷を見て、そこに絵の具で線をつけ足して立夏のマークに書き換えてくれました。立夏のマークは雪の結晶や亀の甲羅のマーク、蜂の巣など世界で一番強い印だと犬山は語り、ハイカーを励ましたんですね。そのことでハイカーは救われたというお話でした。そして、事件にまつわる歌ありましたね。犬山がハイカーに教えたものでした。降り積もれ孤独な死よ、灰の雪だけが知る君がそこにいたことを、というこの歌、犬山がハイカーに教えた歌でした。そしてハイカーが父を殺した本当の原因についても語られていました。ハイカーの父は犬山と、ハイカーが交流することをよくは思っていなかったんですね。そんな犬山を、父親が自殺に追い込みました。このことがきっかけでハイカーは父親を包丁で刺し殺したと、そういう原因でした。それでは次、立夏とは雪の別名で、六の花と書くことが判明。これで立夏ですね。佐伯の話から、立夏のマークの由来はおそらく雪の結晶から来ていることが語られました。立夏とは雪の別名という意味もあることから、ハイカーはそうした思いを込めて自分の手に傷をつけたし、立夏のマークを刻んだのではないかと佐伯はカノンに話していました。こちらね、僕も雪の結晶じゃないかなという話はしていましたので、一応当たったのかなというふうに思いました。では次、ハイカー邸に飾られていた絵は真珠の耳飾りの少女だった。ハイカー邸に飾られていた絵がありましたよね。我が子を喰らうサトゥルヌスではなく、もともとは真珠の耳飾りの少女という絵だったことが分かりました。何者かによってどこかの段階で絵が差し替えられていたということなんですね。では次、上白の母親に鈴木が接触した。鈴木が上白の調査をした結果、上白は毎年8月5日の母の誕生日に黄色いカーネーションを送り続けていることが判明しました。で、この件なんですけど、カノンの部屋にもドライフラワーが飾られていたんですよね。上白の母に送られてくるカーネーションのドライフラワーとカノンが何かつながりがあるような気がなんとなくしました。それでは次に行きましょう。ハイカワに来客があった時、子供たちは地下へ隠れていた。子供たちはハイカワに来客があるたびに地下室へ隠れていたとカノンが証言をしました。このことによって地下室に行くことは子供たちにとっては日常になっていることが判明しました。傷男が襲撃してきた。鈴木とカノンが地下室の前にいた時に、傷男が斧を持って襲撃してきました。傷男から逃げるために鈴木が応戦しましたが、斧で切りつけられ鈴木はその場で負傷してしまいました。この件については後ほど考察しています。それでは次、カノンが撃たれた。傷男は佐伯と乱闘になり、その時鈴木が持っていた銃を手にした傷男が発砲して、流れ弾がカノンの腹部に当たってしまいました。このことでカノンは意識不明の重体になりました。では次、新たに発生した謎と考察点ということで、ここから考察をしていきましょう。傷男の襲撃の謎ですね。今回はこれに尽きるかと思いました。
キズ男が灰川邸にいたカノンを襲撃してきました。明らかな殺意があり、間違いなく対象者を殺すために攻撃していましたよね。そしてキズ男の顔が明らかになり、佐伯はお前は一体誰なんだと言っていました。キズ男の正体は一体誰なのでしょうか。そしてキズ男の動きに少し不可解な部分もありましたので、その部分お伝えしていきましょう。まずはキズ男の正体について考えていきたいと思います。はい、こちらキズ男の正体とはですね、キズ男は第1話からカノンを追跡しているような動きを見せていました。そしてその正体は神代なのではないかと佐伯も言っていましたし、僕も顎の輪郭や耳の形から神代の写真と似ていましたので、キズ男が神代と思っていました。そこで第4話ではキズ男の顔が明らかになったので、その顔が神代なのか確認していきましょう。ドラマ内ではキズ男の帽子が外れ、顔がはっきりと画面に映りました。キズ男は文字通り顔中に火傷のような傷がありまして、正直どんな顔なのかがパッと見ただけでは僕にはね、わからなかったんですね。ということでここからはキズ男の顔の傷を消して、その素顔を明らかにしたいと思います。そこでドラマ内からキズ男の顔がわかるシーンをいくつか選んで切り取ってみましたので、一つずつね、みんなと見ていこうかなというふうに思っております。ではこちらですね。はい、キズ男が銃を構えているシーンの一つ目になります。はっきり顔出てますよね。少し遠目になりますが顔が映っています。いかがでしょうか。キズ男は神代に見えますか。パッと見ただけだと、まあ、なんとなく神代っぽい気もするしみたいな、そんな感じでしたね。なのでここで、このキズ男の傷をね、取ってみましょう。はい、キズ男の傷を消してみました。傷を取るとこのような顔が現れます。神代と見比べると正直似ているような、別人のような、僕にはパッと見た感じ判別がね、つかなかったんですよね。それでは次に同じシーンでアップになったキズ男の顔が映されましたので、その顔をお見せしましょう。はい、こちらキズ男が銃を構えているシーンの2つ目です。1つ目と比べるとはっきりと顔が見えます。これだけアップになればわかりますよね。顔の半分は銃に隠れていますが、アップの分わかりやすいように見えます。それでは顔の傷を消してみましょう。はい、気づけしてみました。いかがでしょうか。傷を取ってアップのシーンを見ると、僕には傷男が神代ではないように見えます。注目すべきは目のまぶたですね。そして鼻の穴の大きさ。神代ははっきりとした二重なんですが、傷男は奥二重か、もしくは一重に見えます。そして神代は鼻の穴がそれほど大きくはないのですが、傷男の鼻の穴は割としっかりとあるように見えました。これらの違いを見ると、傷男と神代は別人のように見えました。それでは次に傷男が逃げるシーンも、顔が映っているシーンがありましたので、念のためそれも見ていきましょう。はい、こちら傷男が逃げるシーンですね。カノンに火をつけられ逃げ出すシーンの傷男です。この傷男の傷をね、取ってみましょう。はい、こちらいかがでしょうか。こうして見ると傷男のまぶたは少し腫れぼったく、一重まぶたのようにも見えますが、どうでしょうか。神代ははっきりとした二重まぶたになるので、やはり顔が違うように思いました。ということで結論としては次のようになると思います。はい、結論、傷男は神代ではないのではないかと僕は思いました。神代と傷男を見比べると顔が違うように思いました。ということは傷男は神代ではない可能性が高いというふうに思いました。では神代でないのであれば、傷男は一体誰なのでしょうか。
傷男の手には立花のマークのストラップがありましたよね。あのストラップの意味するところとは一体何なのか。ということで、公開されている情報から考えて、現時点では傷男は次の可能性が考えられます。はい、こちら、傷男の正体は灰川の本当の息子かということですね。傷男が上白ではないという可能性が高いとなると、傷男は新キャラになりまして、背後関係が全く不明のキャラクターになりますよね。ということは、傷男のバックボーンに灰川の息子という設定があったとしても不思議ではないというふうに思いました。それでは、傷男がもし灰川の息子だったとして何をしたかったのでしょうか。カノンを1話から追跡し、自宅までやってきました。そして4話で襲撃をかけたことを考えますと、カノンを襲おうとしていたようにも見えましたよね。ということは、やはり傷男はカノンを殺すために襲撃してきたのでしょうかと。まあ、しかし、よくドラマを見返すと、この部分について傷男に不可解な動きがあったのでお伝えしておこうと思いました。傷男が襲撃してきた時、カノンと鈴木が一緒にいましたよね。そしてカノンは鈴木と共に地下室へ入ろうとしていました。そこへ傷男が襲撃をしてきたわけです。この一連の動きを見ていて、次の疑問が湧いてきました。はい、こちら、傷男は本当にカノンを狙っていたのか。4話での傷男の動きを見ていると、実はカノンではなく鈴木を殺そうとしているようにも僕は見えました。傷男は斧を使って第一撃目を鈴木に向けて放った後、逃げる2人を追いかけて襲撃を続け、傷男は鈴木に執拗に攻撃を仕掛け、倒れた鈴木にとどめを刺そうとしていました。これら襲撃時、傷男はカノンのことには見向きもしていなかったようにも見えました。この動きを見ていて、僕は次のように思いました。実は傷男のターゲット鈴木だったのではというふうにね、思ったんですね。傷男はカノンではなく鈴木をターゲットとして襲撃をしたのではないかというふうに思ったんですよ。もしそうなのであれば、鈴木に対して何か殺害する目的が必要になりますよね。しかし、傷男がもし仮に灰川の息子だった場合なんですが、鈴木の正体がわからなくなってしまいます。よって、仮に傷男が鈴木を襲撃しに来たとして、その理由を現時点ではね、思いつくことができませんでした。まあ、鈴木はね、1話から物語のターニングポイントに必ずいるキャラクターになるので、ただの新人刑事では終わらなさそうな気がしたんですよね。そして傷男が実は鈴木を狙っていたのであれば、いろいろ説明がつくなというふうに思いました。そもそもの話、傷男がもしドラマで見たままカノンを狙ってやってきたということなのであればですよ、次の疑問が現れるわけなんですね。はい、こちら、傷男はどうやって佐伯とカノンが灰川邸にいることを知ったのか。不思議じゃないでしょうか。傷男に襲われた場所は灰川邸です。そもそもなぜカノンたちが灰川邸にいることに傷男は気づいたのでしょうか。灰川邸に寄ったのは、カノンがたまたま灰川邸に行きたいと言ったからでした。傷男がずっとカノンたちをつけていたのであればですよ、灰川邸にたどり着くことも可能かもしれませんが、しかし田舎道をずっと尾行するのは目立つ気がするので、傷男が佐伯たちを2日にわたり尾行してきたとは考えにくいように思いました。しかし、もし仮に傷男のターゲットが鈴木だったとしたならば、灰川邸に傷男が現れた理由にも説明がつくように思うんですよ。それが、はい、こちら、傷男は鈴木を追いかけて灰川邸までやってきた可能性と、傷男はカノンを追いかけて灰川邸に現れたわけではなく、鈴木を張っていて灰川邸までやってきたとしたら説明がつくんじゃないかと思いました。実は鈴木を追いかけてやってきたらカノンたちがいたということなのではないでしょうか。これらのことから、傷男の殺意はカノンに向けられたのではなく、鈴木に向けられていたという可能性に行き着きました。しかし、
なぜ傷男が殺意を鈴木に向けることになったのかが説明ができないんですよね。そしてこれらの考察はあくまでも鈴木が重要な情報にアクセスする際にいつもいたこと、そして4話での傷男の動きから何か違和感があることから生まれているに過ぎないんですよね。だから、まあ、本当に鈴木さん全然無関係な可能性もあるので、その時はご容赦くださいと。でただここまで来るとね、正直な話、傷男が灰川の本当に息子なのかなっていう、そこにすらちょっと僕は疑問を持ってるわけなんですね。ということで最後にね、今まで明らかになったことと自分の考察を交えて全体像の考察をしたいと思います。はい、こちらちょっと文章だらけで、読みづらいんですがね、お付き合いください。全体像の考察、ここまでは今まで事件について明らかになったことの中でも重要そうなことを並べつつ、僕の考え方、考察をつなげてね、何か形が見えてくるのかを考えていこうかなというふうに思っております。では確定情報をちょっと並べてみました。とりあえずまず4つなんですけどね。1つ目、連続暴行犯は佐伯だった。衝撃的でしたねこれね。佐伯はね、父親から受けた暴力を他人にもしていたということなんですよね。で、ここで発生しているのが暴力の連鎖になるわけです。まあただこの暴力の先にいたのは、暴行相手は子供に虐待をしている最低な男だったわけですから、まあいいのか悪いかというところですよね。で2つ目、宗助は暴力を克服するために、努力をしているわけなんですが、母親に暴力振るってたんですね。こちらね、母親に暴力を振るっているということはやっぱり暴力の連鎖があるわけですよ。幼少期父親から佐伯の代わりに暴力を受けていた、そんな宗助でした。そして3つ目、佐藤はじめが灰川の本名で父を殺害していたということですね。こちらも、今回出てきた確定情報。佐藤は家に閉じ込められ虐待を受けていました。そして佐藤はハイカーの戸籍を買って別人になった可能性が出てきたわけですね。はい。そして4つ目、立夏のマークはハイカーにとって父からの解放された日を意味し、大事な人を忘れないようにするためのものだったわけなんですね。でこの件、父から手のひらに×のマークをつけられて、そこに傷をつけた、傷をつけてね、立夏のマークにしたじゃないですか。そして、殺人現場には立夏のマークが目立つように残されていました。この意味なんですけど、同じく父からの解放を意味するんじゃないかなと思ったんですね。殺人現場のあの立夏のマークが。だから、この立夏のマークをつけた人物、灰川からの解放のためにあの殺人現場に立夏のマークを残した可能性があるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。はい、じゃあ次、こちらね、灰川は留置所内で死んだということです。これも確定情報。15分の監視の間をついて自殺をしていたということでしたね。そして6つ目、傷男が襲撃をしてきました。この傷男の動きなんですが、いくつかありました。まずカノンの職場に現れましたね。そして2つ目、2話では、警察署裏の防犯カメラに映っていました。そしてもう1つ、カノンの襲撃現場にね、現れてましたよね。あの階段から突き落としたところ。そして前回第3話、カノンの自宅にまで現れておりました。そして極めつけの第4話では、灰川邸に、現れ、カノンと、鈴木をね、襲撃しましたよね。ちょっとこちら、文字が佐藤になっちゃってるんですけど、鈴木ですよね。まあ、これら確定情報からね、次のことを導き出しました。はい、こちらね。ちょっと長いんですけど、3つあります。佐伯と宗助の情報から、暴力を受けたキャラクターは同じく他人に暴力を振るう流れになっています。ということは、ハイカーも父から虐待を受けていたことから
自らも自分の子供に虐待をした過去を持っている可能性があるんじゃないかなと思いました。ただ灰川が死んでしまったので、ここを語れる人は灰川と接触していた多分実の子しかいないと思うんですよね。はい。そして2つ目、灰川が戸籍を買ったということはですよ、他にも戸籍を買って別人になっているキャラクターがいる可能性があるんじゃないかと僕は思いました。真犯人は子供たちを殺した後別人になっている可能性があるんじゃないかと、そういうことなんですね。ハイカーの実の子供は警察官の鈴木の戸籍を奪い取って成り代わっている可能性あるんじゃないのってね、僕は思いました。この戸籍が、買われたという情報からですね。そして3つ目、立夏のマークは父からの解放を意味するものであるから、灰川邸の事件現場に立夏のマークを残したということは、実の子供が灰川からの解放を宣言するために立夏のマークを事件現場に残した可能性があるんじゃないかというふうに僕は思いました。ということはですよ、真犯人は灰川の実の子供の可能性が高いんじゃないかなというふうに感じました。これらの3つの可能性を導き出したわけなんですが、それでは次にね、これまで僕が考察した内容を簡単に書き出して、それを振り返っていきたいと思っております。はい。まず1つ目、カノン襲撃犯はおそらくマヤではないかと、前回の動画で僕これお伝えしました。画像の解析と身長の一致によってマヤの可能性を考察動画で述べましたよね。もし仮にマヤがカノンを突き落としたのであれば、何のためにカノンを突き落としたという疑問が残りました。真犯人とつながっている可能性がマヤにはあるのか、もしくは共犯者という線もあるんじゃないかなというふうに僕は考えています。そして2つ目、傷男はハイカーの血のつながった子供の可能性ということで、これはつい先ほど今回の考察動画でお伝えした内容ですよね。傷男がハイカーの実の子供だったとすると、ハイカーは父親にされたように家の中に子供を幽閉して虐待をした可能性も、あるんじゃないかなというふうに、考えております。なぜ顔に傷ができているのか、この部分もまだはっきりとは分かっていません。そして自分で考察しておきながらなんですが、ハイカワの実の子供が傷男だと説明できないこともあるので、正直ハイカワの実の子供でない可能性、傷男がですね、まあそれもね十分にあるんじゃないかなというふうに思っております。そして3つ目、鈴木が怪しい動きをしていると、もうずっと僕1話から成銀1話から鈴木に目をつけている考察を続けてきました。これだけ鈴木って言っといてね、全く関係なかったら冤罪事件ですよ。で、鈴木さん今のところ全ての事件のキーマンになっています。ただ今のところ鈴木が犯人であるという確定的な情報が正直見つけられていません。僕が彼を犯人目線で見ているだけで全く関係がない可能性もあると思います。しかし戸籍を奪って他人になり代わった灰川の行動を見ていますと、同じことをして実の息子が鈴木になり代わっている可能性があるんじゃないかなというふうにね思っております。はい。それでは4つ目、傷男はおそらく鈴木を攻撃したと、これも今回第4話の考察です。あくまで攻撃の順番が鈴木を先に選んだだけだったのかもしれませんよね。まあしかし明らかに殺意を鈴木に向けていたようにも見えました。もしかして鈴木が戸籍を奪われたのであればですよ、本当の鈴木が実は傷男の正体なのかという線もね考えることはできると思いました。ということで、以上が僕のこれまでの考察を振り返りつつ、新しい情報を加えて、解釈をね加えてみました。それでは最後に最大の謎についてね、簡単に触れていきましょうか。はい。13人の子供を殺したのは誰？理由は何？っていうところですよね。立夏のマークが現場に残されていたことから、真犯人は灰川からの解放を求めて子供たちを殺害した可能性が出てきたんじゃないかなというふうに思いました。これは
立夏のマークの意味が第4話で語られたことから、こういったような思考になりました。もしそう考えた場合なんですが、隠されたハイカーの本当の息子が13人を殺した真犯人と言えるんじゃないかなというふうに思っております。ただそれが今のところ誰かはまだわかりません。そして誰がハイカーの実の息子なのかというところなんですがね、もし仮にハイカーの息子が13人を殺した後、ハイカーと同じように戸籍を変えて潜伏していたとしたらですよ、傷男はハイカーの息子でない可能性があるなというふうに感じました。そう考えた場合、ハイカーの息子は戸籍を奪い、鈴木に成り代わっている可能性もあるんじゃないかなというふうに考えています。ハイカーの実の息子は鈴木の可能性があると。まあこれもね、どうなのかなというところあるんですけども、一応今のところそういったような、内容でね、考えております。ということで、こちらが今回第4話考察した内容でした。第5話、ついに折り返しになります。次はどんな情報が出てくるのか楽しみですよね。本当にこのドラマ考察が難しい。めちゃくちゃ頭をひねってこういった内容が出てきておりますので、早く新しい情報が知りたいです。では高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。さようなら。